はい、こんにちは、沼木です。今日はテニスボールとラケットを使って集中力を鍛える練習ということで、まあ最近僕の家の近くのアスレチックに来て、まあテニスの素振りだったり、動画編集だったり、まあちょっと他のパソコン作業だったりというのを、まあ外でやってるっていう感じにしてるんですけど、ですね、まあ練習をするにあたって結構このアスレチックの遊具が意外に使えるんですよね。で、まあ使えるものいくつか分かってきたんで、まあその一つ目ということで、まあ今日発見したんですけど、で今さっきちょっと一回やってみたんですけど、めちゃくちゃ難しいです。めちゃくちゃ難しいんで、これはやる価値あるかなという感じで、動画撮影していこうかなと。で、何するのっていう話なんですけど、まあ最近集中力を本当に鍛えようと思ってて、まあテニスだけ、集中力ってやっぱ鍛えといたらテニスだけじゃなくて他のものにもいっぱい使えるんで、まあだからテニスでもやっぱ集中力がいるというところで、まあテニスを使って集中力を鍛えるっていう、まあ、いいとこ取りな感じを、お伝えできればなと。で、僕最近これをやってるんですね。これなるべく真ん中にボールを当てて、まあできればこの一定な感じで球をつけるかどうかっていうのをやってるんですね。で、結構それで気をつけてるのが握りですね。握りでこういう感じで、まあ久保田テニスで久保田がコーチ、おっしゃってる握りでやっぱりやらないと、なんて言うんでしょうね、なんか久保田コーチ結構、まあこの指の感じを、まあ、説明してるとは思うんですけど、これをやるときに、まあ、確かにこの指も大切なんですが、ここの甲でベタッとラケットを固定するっていう方法が、やっぱりこの打球したときに、なんでしょうね、一番手に伝わりやすいし、安定感があるっていうところで、やっぱりこの握りを鍛えるっていう部分でもすごくいい練習なのかなと。いう風に感じてます。なので皆さんにお勧めしたいなと。ただ僕は結構これもやり込んでるんで、そろそろ飽きてきたというところで、この遊具見えますかね、一時で、これ多分子供たちが普通に綱渡りをする、なんかグラグラするやつですね。で、まあそれを使ってテニスのこのボールをつきながらこの津田あたりをするっていう感じです。で、まぁ、ちょっと遊具どんな感じかっていうのを、まぁ、僕、テニス、この、とりあえず1回目、つかないで、歩いて、ババババババってこう歩いて、まぁ、皆さんにどういう遊具なのか、どのぐらい普通だったら入れるのかっていうところを、まずお見せしようかなという感じでやります。じゃあちょっとカメラを切り替えて、はい。では、この何も持たない状態で今、僕のカメラを胸の前に押さえて、今右手でカメラを持って、左手は一応手すり、この手すりにこう捕まっていくような感じにしたいなと。実際は、左手でラケットを持つんで逆にします。右手をこうついて、左手でカメラを持って、今やってるような感じですね。こういう感じで、めちゃくちゃ、この二人だけなんで、めちゃくちゃ揺れるっていう感じですね。ごめんね。で、一応、こう休む場所も、休む場所もあると。で、こういうのを使いながら体勢を整えて、次に行くという感じで、結構この前後方向に揺れるですね。だからまあバランス感覚を鍛えるというのもすごくいいと思いますね。これ見てください。この難しそうな。これはもう前後左右。うわ。しかもこれ、平行度も。うわ。ここですね、一番難しいのは。これができるかどうかでしょうね。さっきやってみたんですけど、これやっぱね、やると、球が一定につけないっていう、やっぱ集中力そっちに持っていかれるからでしょうね。なかなか難しい練習だなっていうところで。で、こうやって、最後ここでゴールと。こういう感じですね、後ろから見ると。っていう感じで、ちょっと待ってよ。っていう感じで、やっていきます。まあ、失敗しますよ。これめちゃくちゃ難しいんでね。なんで、まあでも、失敗も面白いじゃないですか。まあ、めちゃめちゃこけて頭とか打つかもしれないですけど。まあ、ちょっとやってみますね。撮影どうしようかな。とりあえず、あっちの真ん中辺に置いて、半分半分で行こうかな。半分半分で区切って、撮影していく感じにしますね。はい、カメラ切り替えまーす。それではやってみたいと思います。
お、よし。とりあえずこんな感じで半分いきましたね。後半戦いきます。よっしゃー、行きました。よし、という感じで、今日は終わりです。ありがとうございました。